ザ・ニュースペーパーの、偽セカン首相、レパートリーに、川野太郎も、今後こちらが忙しくなる、社会風刺のコント集団、ザ・ニュースペーパーで本物そっくりに、関ン秀シを演じてきた山本天心、58が3日、スポーツ報知の取材に応じ、関義秀首相、72の退陣に好評名について語った、驚きと共にショックと感謝ですね。昼食中、 箸を持つ手が止まりました。実は新ネタを明日、4日、京都公演やるつもりでした。支持率を回復させる方法が一つだけある。それは自分、偽官首相が辞めることだ、というネタだったのですが、まさか先を越されてしまうとはと、本家のサプライズ表明を悔しがった。官房長官時代から演じること約9年、随分長くお世話になりました。息子さんのことをはじめ、 次から次にネタがどんどん出てきた。同じネタを使える期間があまりに短くて、ついていくのに必死でした。これほどニュースペーパー的にありがたく、やりがいのある人はいませんと感謝する。辞任発表の会見は目に焼きつけた。書いているもの見ながらの棒読みでなく、自分の言葉で話していた。それまで覆われていたもやが取れ、すっきり晴れたようなすがすがしい印象を受けました。 昨週の総理就任時に合わせ、山本はカを新調するなど、リアリティにもこだわった。演じながら、支持率の低下を実感していた。舞台から、世論調査するのですが、落ちていくのがはっきり分かった。お客さん500人の劇場で、支持する人が10人ほどの時もと、支持率2%だったこともあったという。メンバーで、岸田衆院議員を担当しているのが浜田大地。 57、まだ完成度に物足りなさを残す状態だけに、山本は本腰入れてやれよとカツを入れたそう。偽総理としての出番は減る山本だが、実は、川の太郎もレパートリー、今後はこちらの方が忙しくなりそう。嬉しい悩みです。政局がどれほど激変しようと、私たちは1時間あれば舞台でネタにできますのでとたくましいプロ根性を見せていた。